カレーですよのハピーです。毎度どうも、今日は1月22日、何の日かご存知でしょうか。カレーの日なんですね。なんかねちょっと理由があるそうですよ。はい、ちょっとですね、ウィキペディアとかそういうので調べてみたらですね、1月22日、カレーの日なんですね。これね、なんかね、1982年に全国学校栄養士協議会というのがありまして、そこでですね、1月22日の給食メニューをね、カレーにするっていう、ことをね、決めて、それで全国の小中学校の給食、その日はね、全国でカレーが食べられたと、そういう日だそうで、それにちなんで、1月の22日、カレーの日になっているそうです。ちょっと面白いものを見つけてきました。これです。はい。ね、こんな感じで、ですね、名前を、甘口カレーが、熟からなカレーになっちゃうソース、というソースですね。名称はね、濃厚ソースってことになってます。これね、徳島なんですけど、徳島県のですね、光食品株式会社、という会社が作ってます。はい、ご家庭で作る、まあ、いわゆる固形ルーで作るものも、結構甘口多いと思うんですけどね、それをね、上手にこう、なんというか、コクを出しつつ辛くするというような、ことで考えられたソースらしいんですよ。で、ちょっとね、これ気になったんだよな、すごくな。なので、使って食べてみようと思います。はい、カレーはこちら。これ甘口なんですけれど、トマトソースのカレーですね。レトルトです。はい、これにかけてみましょう。よいしょ。このタイプね、このタイプ。はいはい。よっ。えいやっと。だいたいみんなよくやるよね。あ、おぉ。あ、へえ、こんな味か。なるほど。かけます。とろりか。あ、とろりでもないね。よし、ちょっとこれで試してみようかな。これね。よいしょ、いただきます。これうまいね。トマトマイルドな感じでとても美味しいです。とはいえちょっとね、ちょっとパンチにかけるよね。もうちょっと辛い方が僕は好みですね。混ぜて、よいしょ、こんな感じで混ざったここを、よいしょ、ね、ちょっとね、ちょっと多めにいきましょう。なるほど。で、もう一回戻って普通のところ。なんかわかる。なんとなくわかりました。あのね、酸っぱさ、それから、辛さ、あとはね、香り、スパイスの香りがね、つきますね。基本的にはこれは、いわゆるソースですね。はい。とんかつソースとウスターソースの真ん中ぐらいのイメージでしょうか。で、割とね、シャバシャバしてまして、で、かなりね、いろいろ、構成要素はあれですね、市販の、いわゆるとんかつとかに使うおソースに近いんですけれど、酸っぱさと辛さが、加わる感じ。いわゆるとんかつソースとかそういうのに、そういう感じのプラスアルファがカレーに行くという感じで、ね、これなかなかいいんじゃないかな。これはね、今食べてるこのカレーはそうではないんですけれど、単調になりがちなカレーってありますよね。レトルトカレーでも食べていて、で、それにね、こうなんというか変化がつくというのはこれ面白いと思います。そうだよね。もともと美味しいこれカレーなんだけどね。変化が出るよ、これ。もうちょっとかけちゃおう。よいしょ。あんまりね、ドバーッと出ないようになってて便利ですね。はい。もう、さっさと結論言うとね、コク奥行きが出るのと、酸っぱさ辛さがプラスアルファになるのとっていう感じの、ソースです。なかなかいいと思います。熟からっていうのがね、これね、熟からっていうの
のが味噌ですね、うん、あのただの辛口になるソースではなくって、味わいがプラスアルファになるということで、まあ、そういう部分、人の、ね、好みっていうのに、おもねるところもあるんですけど、僕はこれ割と気に入りました、うん、レトルトカレーに今回は使いましたけど、調理の途中にね入れてもいいんじゃないかなとちょっと思いました、はい、そういうことでですね、今日紹介したのは、これ、メーカー名もう一回、光食品株式会社徳島の会社が作っています、甘口カレーが熟からなカレーになっちゃうソース、でした。うん、なかなかいいと思います、見つけたらば買ってみてください。カレーですよのハピーでした。バイバイ。